さて今回はダイエット中のリアル飯をご紹介していきます。ダイエットのお供、オーバーナイトオーツを作っていきます。オーバーナイトオーツは基本的にヨーグルトや牛乳、豆乳にオートミールを漬け込んで作りますが、私はね、タンパク質も摂りたいのでプロテインを入れています。今回はね、ちょっとリアルガチでお届けしたいので、一切映えないお茶碗で作っていきます。オートミールを 30g、オートミールをね、ロールドオーツタイプでもクリックタイプでもどちらでも OK です。続いて、ギリシャヨーグルトと無調整豆乳です。私はね、こう貪欲にタンパク質を摂りたいのでギリシャヨーグルトを使います。普通のね、ヨーグルトでも全然大丈夫です。量もね、大体適当で大丈夫です。豆乳もね、私は無調整豆乳を使っていますが、別にね、アーモンドミルクや低脂肪乳でも OK です。ちなみに今日はね、断食日なのでコーヒーでやり過ごしてます。次にプロテインです。プロテインはね、お好きなプロテインを使ってください。山盛り2スクープです。ここでね、プロテインが切れてしまいました。まあでもね、そんなことは気にせず大体で大丈夫です。私はここに、これだけでもね、十分美味しいんですけど、ここにね、みんな大好きミロを入れてさらに美味しくしています。量は適当で大丈夫です。入れるか入れないかはお好きに。あとはね、よく混ぜて冷蔵庫で一晩寝かせるだけです。オートミールをね、食べ始めた頃はなんかこの甘くてね、ドロドロしたオーバーナイトオーツってあんまりね、食べる気になりませんでした。でもね、今ではね、もうほぼ毎日食べても飽きていません。オートミールにはセカンドミール効果という、2回目以降の食事の血糖値を上げにくくしてくれる効果があります。なのでね、摂るなら、朝食や昼食に摂ることをおすすめします。冷蔵庫で一晩寝かせたら、お好きなフルーツを乗せていただきます。おはようございます。それではですね、昨日一晩寝かせたオーバーナイトオーツ仕上げていきたいと思います。今日は仕事でね、出かけるので、スープジャーに入れてお弁当にして持っていきます。お弁当作りのね、手間が省けてとっても楽です。腹持ちもね、すごくいいので、本当に本当におすすめです。まあね、見た目はね、ちょっとイマイチですが、味はね、めちゃくちゃ美味しいです。いつもはね、バナナも入れるのですけど、今日はちょっと切らしてしまったのでブルーベリーのみで。量はね、適当に好きなだけ入れてください。今日は結構入れてますね。はい、完成。本当にね、簡単なので、忙しいね、朝朝食にしたり、あとはお弁当に持って行ったり、とっても便利なので、ぜひ作ってみてください。はい、それではお仕事へ行ってきます。じゃあ、またねー。